プロボクシングの4団体世界スーパーバンタム級統一王者の井上直也31イコール大橋イコールが9月9日に日本で元 IBF 世界同級王者で現 WBO2 位の TJ ドヘニー37イコールアイルランドイコールと対戦することを希望していると17日日本時間18日米専門メディアのボクシングシーンが報じた関係者が明かしたという 井上が契約している米工業大手トップランクのボブ・アラム CEO92 は、ドフェニーは、向こう、日本、で大きな大きな注目を集めるようになった。ルイス・ネリが悪道として、東京ドームの完売に貢献したことを見てほしいとドフェニーの日本での注目度の高さを強調した。ドフェニー戦に続いて、井上は12月に指名挑戦者で IBF、 WBO1 位のサム・グッドマン25オーストラリアイコールの挑戦を受けるとアラム CEO と関係者は語りグッドマン戦も日本で行われる可能性があるとした井上は5月6日に34年ぶりの東京ドーム工業で元世界2階級制覇王者のルイス・ネリ29イコールメキシコイコールの挑戦を受けた4万3000人の大観衆が見守る中で1回に左フックを浴び フロアーマ通じて初めてのダウンを喫した。しかし、計3度のダウンを奪い返して6回 TKO 勝ち。同29日に本格的なジムワークを再開した。ドフェニーは2018年8月に東京、高楽園ホールで IBF 世界スーパーバンタム級王者だった岩佐良介、セレス、に指名挑戦者として挑戦。3対0の12回判定勝ちを収め、 世界初挑戦で王座を奪取した。19年4月に WBA スーパー王者との統一戦で敗れて王座陥落。その後は勝ったり、負けたりを繰り返したが、直近3試合はすべて大橋ジム主催工業で全て TKO 勝ちを収めている。前戦は井上と同じ東京ドーム工業に出場し、同級8回戦でブリルバ汚スフィリピン、に4回 TKO 勝ち。 メリが試合に出場できなくなった場合には井上に挑戦するというリザーブ選手を務めた現在は WBO アジアパシフィック同級王者で IBF7 位 WBA8 位 WBC9 位にもつけているプロ戦績は井上が27戦27勝 24KO ドヘニーが30戦26勝 20KO4 敗グッドマンが18戦18勝 8KO